あの頃、世界に、日本に吹き荒れていた風。我々は銃による殲滅性を貫徹する。時代を疾走する若者たち。俺たちを解体するだと？やれるもんならやってみろ。殴るという指導を行う。総括に答えろ。主義者だ。なんでこんなことされなきゃいけないんだ。日本中が震撼したあの日、浅間山荘の中で何が起きていたのか。やっと本当の敵と戦ってんだよ。銃は権力に向けろ。時代とともに失踪してきた鬼才若松浩二が描く実録連合赤軍浅間山荘への道。時代の叫びが聞こえる。